最初の 1,2 年は悪戦苦闘で本当に寝ずにずっとなんか悩みながらパンを作ってたんで、うん、まあ、妻となんか2人で最初3人で始めましたので日数的に多分3年かもうぴったり、はい、もう朝も昼あの夜も分かんないような状態でずっと工房になんか突き詰めてたっていうのが、はい、とにかく没頭してましたね。ある程度分かってきたっていうのがやっぱりその米粉についてとか、まあ、パンの技術ももちろんそうなんですけど米粉の癖とか特性っていうのはすごくやっぱりその3年間で身についたっていうのがありますね。私どもが作るパンはルールはですね一つしっとりもっちりなんですね。これができてないとうちのパンではないっていうルールにしてますからそれに近づけるレシピっていうのを、まあ、経験とともにいろんなものを使ってやっぱり作っていくっていうのは あるかもしれないですね。それとそのしっとりもっちりって言っても行き過ぎちゃいけないですよ、ね、うん、違和感のないしっとりもっちりっていうパンを目指して作らせてます、うん、そうしないとですねやはり食べ飽きてしまったりとか食べ疲れしてしまうこともあると思う、うん、究極の食感っていうのは、うん、毎日食べても飽きない食感かなと思ってそれに近づけるレシピとか、焼き方、発酵のタイミングっていうのはやってます、ね、うん、私自身はまだまだその自分を職人だと思ってなく、まあ、やはり職人を目指すと焦りが出るんですね。自分がやっぱり比べてしまいますし自分がまだ職人として値しないんじゃないかっていうやはり常にそういうストレスを自分で作ってしまうので私としては実は結構緩くですね、今私45歳なんですけど最初に始めた当時から60歳ぐらいまでにパン職人になれればいいかなともうそういう長い目で、はい、そういう意識でやるとすごくやっぱり楽しんで、でお客様のご意見も本当にしっかりと受け入れられるので、まあ、私はまだまだ本当に職人としての修行中だっていう意識でできるとどんどんパンも進化できますし、うん、時代に合わせた商品っていうのももっと作れるんじゃないかなと、とにかく楽しいですねそうした方が私どものパンは8割方は、小麦の中のタンパクってグルテンを使ってこれを使う理由は一番最初に申し上げたそのテーマの皆さんが飽きのこないしっとりもっちり、した、まあ、グレードの高いパンを選んでいただくにはどうしても必要不可欠な材料になってしまうんですね、でこの小麦タンパクを抜いてしまいますと本来のお米の力が一番強いパンになってもっちりしたパンが出来上がる。今はいろんな技術とかですね、いろんな情報をいただいて、少しもっちりからふんわりに近づいてるパンはできてはいるんですけど、基本的には、まあ、アレルギーの方向けに、うちの商品の中の2割程度、グルテンフリーという分類で作らせていただいてまして、それはもう全国発送で、全国からお電話をご注文いただいて、発送させていただいています。都内からも来ていただいてますので、私どもも作りだめして瞬間冷凍したものを、店頭販売もしております。はい、あとは焼き菓子、私ども得意としてるんですけど、ドーナツとかシフォンケーキ、チーズケーキ、ガトーショコラ、カヌレ、まあ、あらゆる、まあ、世界の焼き菓子を全部米粉で表現させていただいているんですけど、それに関してはですね、小麦タンパク、グルテン一切使わずグルテンフリーという米粉 100% で作っている商品になります。まあ私の中でこのパン屋さんにわざわざパンを買いに来ていただくっていうのはスーパーとかコンビニエンスさんで買っていただくパンとは違う演出がとても重要だと思うんですね。やはり入ってきていただいた時に私はパン屋さんに来たんだっていうやっぱり感じていただくようなサービスは私はどうしても必要だと思ってますし、
またそこでお買い物を楽しむっていうこともやっぱりパンを置いてるパン屋こそあるべき姿だと思うんですけど、他の量販店様はそういうことはなく、まあ、とにかくこの商品一つを買うという意識なので、まあ、お買い物を楽しむというよりに、まあ、選ぶだけの、まあ、簡素化されたものなんですけど、パン屋さんに来てパンを選ぶというのは一つのやっぱりエンターテインメントとして私は提案したいと思っているので、どうしてもですね、場所によってのパン屋さんは、お買い物終わって外に出た瞬間なんていうんですか、現実に戻るんですかこれがですね、やっぱりジョンソンタウンっていうのは少しその現実を弱くしてくれる、やっぱり演出ができるエリアかなと思う。僕にとってはやっぱり地帯演出の一部にすごく重要なポイントですね。私どもが一番やっぱり特に好きなのはやっぱり小さいお子様でして、やっぱりワンパクにですね、いろんなパンをキラキラした目で見ていただけるのはやっぱり作る側の張り合いもすごくありまして、もちろん大人の方も僕たちはもちろん張り合いというか働く意欲いただいてるんですけど、特に僕たちちょっとお子様が本当に好きで、やっぱり純粋な目でアイスクリームを見てもらったり、パンを指さしてくれたりとか、やっぱりですね、光景が見れるのはこの公園が気に合ってくれてるからこそのやっぱり、ことなのかなと思って、すごくありがたい、位置ですね。うちは遊びの場として大人の方も食べながら楽しんでいただけるスペース、あとは私のイメージとしてはリビングをもう少し拡張したイメージ、そういった空間が作れればなっていうのは作り上げてますね。どうしてもやっぱり別世界になってしまいますと少し緊張感が出てですね、食べたりとかお子様をあやしたりしなきゃいけないので、あくまでも奥様たちがちょっとリビングに雰囲気が似てるようなテイストにしてリラックスしてお子様たちの、ケアもしながらご飯を食べてもらえたら、そういうイメージでやってはいます、私たちもさらにそこに、エンターテインメント性がないかと思いまして、まあ、アイスクリーム工房を作ってみたり、ちょっとピアノを置いてみたりとか遊びをですねいろいろ取り入れて、まだまだもっともっと多分広がっていくと思うんですけど、一応30分300円で今お貸し出しもしてまして、ピアノ教室もここで使っていただいてたり、アイスクリームってですね、僕も発見したんですけど、いろんなものをその日食べても最後アイスクリームを食べると何か全てがですねエンターテインメントでまとまるというか、食べ物なんかそういう力を持ってるんだな。お子さんたちはもう最後アイスだとやったーになるんですね。だからなんか今日の一日が楽しかったってできるぐらいの力持ってるんじゃないかなって。パンもあるっちゃあるんですけど、やっぱりアイスクリームはパワーが違う、本当に。で、私としてはまあそういうお客さんもたくさんやっぱ来ていただいて食べていただきたいので、イタリアにですね単身出張に修行に行きまして、アイスクリームの歴史の本を読み解くと、やっぱり元である場所、歴史が深いアイスクリームのやっぱり場所で勉強した方がいいっていうことに気づきまして、単身そっちの方に、パートタイムで働かせていただいて、でそこでお師匠様と出会って、でその後お師匠様が行かれた学校に僕も入学しまして、はい、ちょっと何年かにわたって、行き来をしまして、全て習得して妻はもう、困り果てて、また始まったっていう。いろいろ調べた中で手作りアイスクリームっていうのはまだまだやっぱりこの埼玉、さらに入間エリアではなかったもので、だったら僕、世界一おいしいアイスクリームを作れるようにしたいなっていうので、この地域の方に何かびっくりしてもらいたいとか、
ね、喜んでもらいたいっていうのが結構強くて、レシピはですね、やはりお師匠さんからいただいたんですけど、自分で作れるようになるにはどうしても大学行かなきゃいけないんですね。アイスクリームって結構科学の勉強でして、うん、マイナス何度でこの食感にするってなると、お砂糖とかですね牛乳の油とか、食物の繊維とかですね、そういうのを、まあ、自分で、分析して計算 しなきゃいけないんですよね。まあ、いわゆるそういった計算式レシピを作るには学校に行くのが一番いいんですね、大学に。お師匠さんもやっぱりそこの大学卒業して、あの自分が作りたいアイスクリームは全て計算式で作れるようになったというぐらいだったので、ありとあらゆるものを全て僕はアイスクリームにできるようになったんですね。はい、お野菜何でもアイスクリームできますし、結構難しいレシピですとお酒ですね、シャンパン、ビールとか焼酎とかも全部アイスクリームできますし、でこれがですね、作る技術っていうよりは計算式なので、大学もあんまり実技というよりはずっと学科でこう課題を受けたらずっと計算式して、お砂糖がどれぐらい何グラム必要かとか、お砂糖の種類も6から7種類ぐらい使えますから、それの使い回しの仕方とか、こんなにあのなんかこうエンターテインメント性のある商品なんですけど、実はすごく地味なものづくりで出来上がってる。すごく住みやすいなっていうのと、あと多分新しいご家族ができた方々が住むのはとってもいい場所なんだなっていうのは、住めばすぐに感じます。もちろん公園が広いっていうのは、このスピルマ所沢エリアではすごく、ポイントかなと思いますね。地震とか、まあ、天気の異常気象とか非常に強い場所じゃないかなと思うと、まあ、僕もやっぱり安心して子供たちを、やっぱり育てられる場所だなと思って、育った場所より感じます。私は海が好きなので、はい、店を開けて、パンもある程度準備できたら職人にバトンタッチして海に行く、で帰ってきて店を閉める、はい、天候によっては湘南、まあ、通常ですと茨城、大洗とか、はい、どっちに出やすくなりました。はい、安くなりました。めちゃくちゃ便利になりました。はい、ドア2ドア、いわゆるここから出て、僕がウエット着るまでが、一番最短で55分ぐらいでした。早いんですよ。これ別にスピード早めてるわけじゃなくて、本当に便利です。はい、すごく安全レベルが高いので、海なし県なんですけど、僕はすごくいいと思います、はい、ご家族の、まあ、ベースであればここは絶対抑えるところで全部持っているので、いいと思います、